うわ、トンネル下ってる。お、荒れてる。分岐があります。この先はトンネルを抜けたところに行くんで、山道、こっちは取れるか。バイク走行禁止。さて、ご覧のチャンネルは自転車玉木湖氷止山を登っています。結構きつい斜度ですね。ここからは舗装があります。コンクリートの舗装が出てきますね。で、ここからグラベル。二条城が 2.7 キロ先。ということは、うまくいけば2キロぐらい、グラベル、未舗装路が走れるんじゃないかなと思います。二条城つっても、京都のやつじゃないですね。壮観な墓地ですね。今までジープロードって形だったのが、ここに来て輪立ちっぽいものがなくなりましたね。それとまだ行けるのかな。もうちょっと行けそうですね。自動車でもうちょっと入れそうです。たまに拳台の石がこうゴロゴロ落ちてて、それがこう油断をさせてくれないという、そんな感じの道ですね。見たとこ結構分岐ありますね。あ、これは下はもっと高規格な道が走ってますね。これ見えるかな。一段下にもっと高規格な道が走ってます。今走ってるのがこう登っていくので、この道に比べると合理的に山を巻いて、しかも整備が整備のされ方がちょっと力のかけ方が違うというか、でもこっちはこっちでしっかり使ってる感じなんで、現役の道ですね。あんまり探索するところが増えても困るんですけどね。この道はこのまま抜けちゃいますね。だから
さっきの分岐に戻るには、というかまた分岐やんけ。右はジェットコースターみたいな感じだ。これは車来てるな。車が入ってこれる道はとりあえず後回しにしますか。道鶴瓶があるからちょっと見てみましょう。道しるべによると、あ、なるほど、だんだん分かってきましたね。こっち行くと抜けちゃいますね。で、正体不明なのがやっぱりこっち方面に伸びるいくつかの枝道、これがもう完全ハイキングコースの様相を呈しておりますね。この道は車に、自動車にとっては相当アドベンチャーな道なんでしょうね。だから入ってくるのを規制しないといかんという感じでしょうかね。あ、梅戻しの砂利がありますね。梅戻してますね。だからこれ整地して作った路盤ということですね。なるほど、道路ですね。要は昔は荷車を通したりとか、今だったらジムニーが通ったりとか、これが最後の回転場所で、なるほど、じゃあこれが車が入ってこれる終点で、ここから先は車通れないっていうことか。じゃあここから本格的な、山ルートになりますな。石がゴロゴロですね。でもこっちがメインだよな。枝道の、枝道と面白いんですけど、枝道っていきなり下に降りちゃったりとか、途中でいきなりバツッと行き止まりになったりとか、行くことのデメリットもそこそこあるんですよね。一緒でした。じゃあこっちも路盤がダブルなんですよね。上の道下の道がありますね。危ない、植物のつるに絡み取られて命を落としそうになった。これは車は来れませんな。これはいい道。カニを食べてる時みたいに、いい道走ってるときはこう何も余計なこと喋りたくなくなっちゃいますね。
ここか。ぬるぬると登り返しております。さっきの下りは本当に気持ちよくって、あの日の差し方とかね、そういう景色の見え方も良かったっていうのもあるんだろうけど、坂のなだらかさ、里山の風景、いや登ってもね、登り返しても結構いいですよこれは。いやこれ切ってくれた人ありがとうって感じですね。これね、切りカーブ倒木で、あ、さっきはもう全然気がつかなかったけど、お地蔵さんが2体、上にお堂もありますね。この道筋は古いですね。こうね、坂がね、グラベルバイクで軽いギアにすると登れるんですね。だ、登れるっていうことはそんだけシャドウが緩いということで、楽しんで下るには最高の坂っていうことですね。スピードを出してこうスリルを楽しむみたいな感じよりかは、こう景色と、あとはもう障害物もそれなりにあるんで、障害物をいなすこのオフロード自転車のね、バイクコントロールの醍醐味、そういったものも感じますね。ここたまらんね、この橋、この小川たまらんね。よいしょ、行っちゃ上がり。先ほど坂を下ってこう集落に降りてきたんですけど、今そこからまた別の方向にグラベルロードが伸びていたんで、そっちの方をちょっと探索している状態ですね。放棄されたゴミとかすごいですね、この崩し方。ただこの地形は結構労力をかけて削って作ったもののように見えるな。これはサバゲ場ですね。以前はここはもっと、廃墟とかそういったものが点在してたんですけど、だいぶ整理されちゃった感じですね。まあ残念ながらちょっとこれはピストングラベルって感じでしたね。しかもどん詰まりはサバイバル現状なんで、人がいるときは結構人がいるはずなんで、結構行ったら気まずいでしょうね、人がいるときに行ったら。うわ、そうか、片付けたんじゃなくて崩れちゃったんですね。はい、よく前はこれがもうちょっとちゃんと立ってたんですよ。うわ、
この辺はいいんですよね。この辺のグラベル感は結構いいんですけどね。いやよかったと思います。乗用車のみ通行か。どういうことでしょうね。乗用車はどっちに行くんですかね。こっちですかね。これはもしかして、立ち木に峠が生えてる。これは痛い。ああ、この先行っても何も実りがなさそうなので引き返します。ただ以前は車が通ってたのかもしれないですね、というお話でした。いててて、また峠だけは勘弁。